東口駅、ビル、ルミネースト新宿上空より、駅前系新宿駅は、東京都新宿区及び、渋谷区に所在する、東日本旅客鉄道、京王電鉄、小田急電鉄、東京地下鉄、東京都交通局の駅である。乗降客数が、世界一多く、ギネス世界記録にも認定されている。東京の副都心、新宿に位置する、ターミナル駅である。 1885年に日本鉄道により現在の山手線が開業したのが当駅の始まりである。4年後の1889年には南戸島郡淀橋町となる。この当初は東京市に含まれておらず、東京市の郊外として周辺は田畑が広がっていた。開業時から新宿を副都心にする計画が 発表されるまでは東駅周辺はまだ街の外れで、換算としており、利用客は少ないものだった。1923年の関東大震災をきっかけに、浅草や銀座、日本橋といった地盤が弱い下町の繁華街が、壊滅的な被害を受け、表層地盤が、比較的強い武蔵野大地上の新宿や、東京西部の郊外に人口がシフトしていった。次第に、 東京の市街地が西側に拡大するにつれ、東京市西部のターミナル域として、多くの私鉄が乗り入れるようになる。ターミナルとなって周辺が発展するにつれて、利用客は増え続け、1931年には、私鉄や日本国有鉄道などを合わせた利用者数で、日本一になった。また、鉄道の一大拠点として成長するにつれ、戦前から、東口は、 東京有数の繁華街として発展していった。そして、1966年の乗車人数では、国鉄池袋駅の41万67人を抜いて、当駅が41万69人と、日本一になっている。さらに1960年代から、当駅西側一帯で進められた、新宿副都心計画によって、70年代には、 多くの超高層オフィスビルが建設され利用者の増加に拍車がかかった。東京都西部の駄間地域を中心に郊外のベッドタウンを結ぶ中央線や私鉄などの路線と新宿駅から千代田区や港区といった都心方面に伸びる地下鉄や JR の路線が結集しており多くの通勤・通学客が郊外から都心方面への乗り換えなどで利用する。 当駅周辺は東口を中心として、日本最大の繁華街、歓楽街となっており、昼夜を問わず人の流れが絶えることはない。また、西口は超高層ビルが林立する、東京有数の規模を誇るオフィス街である。JR の駅を中心に東、西、南口、周辺の各地下鉄駅、商業施設などが、通路や地下街などで広範囲に連絡している。 一日平均乗降者数は、約353万人と、世界一多い駅であり、地下道などで接続する西部新宿駅、新宿西口駅まで含めると、約377万人となり、この数字は、横浜市や静岡県の人口に匹敵している。JR 東日本、京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、東京都交通局の5社局が乗り入れる。 ターミナル駅である。以下のうち、京王線と小田急小田原線、都営地下鉄新宿線は当駅を起点としている。JR 東日本 JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は山手線と中央本線であり、山手線を当駅の所属線としている。一方、当駅に乗り入れている運転系統は以下のように多岐にわたっている。また、 特定特市内制度における東京都区内及び東京山手線内に属する。また、JR 東日本の駅には SJK のスリーレターコードが付与されている。山手線では、電車線を走行する環状線としての山手線電車のほか、山手貨物線を走行する埼京線と湘南新宿ラインが全列車停車する。 旅客案内ではそれぞれ別路線として扱われている。また、空港連絡特急、成田エクスプレスや、東武日光線直通特急なども山手、貨物線経由で乗り入れている。中央本線では、急行線を走行する中央線快速電車と、観光線を走行する中央、総武線各駅停車の2系統が運行されている。 また、甲府駅、松本駅方面へ向かう特急列車も発着する。京王電鉄、京王電鉄の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は京王線のみであるが、運転系統は当駅を起点とする京王線と都営地下鉄新宿線と直通運転を行っている京王新線に分かれており、全車が発着する駅は京王線新宿駅、後舎は 新線新宿駅と呼ばれている。京王八王子駅方面の列車のほか調布駅から相模原線に直通する列車、北野駅から高尾線に直通する列車も設定されている。京王線新宿駅、新線新宿駅共通で、これ置の駅番号が与えられている。京王線新宿駅、新線新宿駅とも単独で、新宿管区に所属する。 小田急電鉄、小田急の路線は、当駅を起点とする、各駅停車、快速急行、急行は、小田原駅までの小田原線、相模大野駅から、江ノ島線に直通する列車、新百合ヶ丘駅から、多摩線に直通する列車が運行されている。特急ロマンスカーは、小田原駅より先、箱根登山鉄道鉄道線箱根湯本駅まで、直通する。 O の駅番号が与えられている東京地下鉄東京地下鉄の路線は丸の内線が乗り入れており駅番号が与えられている。東京都交通局東京都交通局の路線は2路線が乗り入れており各路線ごとに駅番号が与えられている。以下の駅とは地下通路などでつながっているが各鉄道会社によっては公式な接続駅となっている駅もある。 当駅において京王、小田急、東京メトロ、都営地下鉄の相互間で乗り継ぎ割引が適用される場合があるが、連絡する事業者によって割引の有無が異なる。なお、東京メトロ丸の内線と都営地下鉄新宿線、大江戸線は両駅間の距離が遠いため乗り継ぎ割引が適用されない。丸の内線と新宿線の乗り換えは新宿三丁目駅、 丸の内線と大江戸線の乗り換えは、東京メトロ、新宿駅、都営地下鉄新宿西口駅間、または、新宿三丁目駅新宿駅間のみ、新宿線経由乗り換えで行えば、乗り継ぎ割引70円が適用される。乗り継ぎ割引適用の有無新宿駅の駅名は、江戸時代に、甲州道中の日本橋と高井戸の間に新しく作られた宿場。 内藤新宿が由来となっている。1885年3月1日、日本初の私鉄である日本鉄道が赤羽品川間で支線を開業。その中間駅として内藤新宿駅を開業した。これが現在の新宿駅の起こりである。初代駅舎は現在の新宿駅東口駅、ビル、ルミネースと新宿の位置にあった。初代駅舎は 木造で改札口は1カ所、列車は2両編成であった。当時は町外れに駅が設けられたため駅前には茶屋があるのみで、乗降客は1日50人程度、雨の日はほとんど利用がないこともあったという。ついで1889年4月11日、神武鉄道により新宿立川間が開業し、同年8月11日には八王子まで延伸された。 1906年3月、新宿駅構内の改良工事が竣工二代目駅舎が現在の東口付近から甲州口へ移転した。駅舎移転に伴い、神戸鉄道は駅南端の甲州口のほか、北端の大梅口の2カ所にプラットホームを設置した。大梅口付近の淀橋には淀橋上水場があり、また、 東京地方専売局淀橋工場が銀座3丁目から移転するなど付近で働く労働者が増えたため通勤需要に応えたものである。同年3月31日には鉄道国有法を交付。これにより同年10月1日に後部鉄道が国有化され中央本線の一部となった。 1923年に関東大震災が発生し、東京市中心部は壊滅的な被害を受けた。震災で被災した人々は浅草や両国などの下町から地盤の安定した東京西部の武蔵野大地へ移り住み、人の流れが大きく変わることとなった。これにより新宿駅の利用者も急増した。翌1924年には、 震災復興のための拡張工事が行われ、後部鉄道によって作られた中央線の2カ所のプラットフォームを一本化。1925年には、鉄筋コンクリート作り2階建ての3代目駅舎が完成した。そして、震災4年後の1927年には、早くも1日あたりの乗降客数が日本一に達した。これと前後して、私鉄の乗り入れも、 あいぎ、1915年に、京王電気軌道が、南口の甲州街道上に、1923年には、帝国電灯、西武軌道線が東口に、1927年には、小田原急行鉄道が西口にそれぞれ、新宿駅を開業させている。京王線の新宿起点は、新宿駅ではなく新宿追分交差点であり、 現在の新宿三丁目駅の位置付近にあった。後に隣接する路面台の土地に移設され京王新宿駅を名乗るが、太平洋戦争末期の1945年に空襲で初台の変電所が被災して京王線の電圧が加工した影響で南口湖線橋の急勾配を電車が走行できなくなり、同年7月に東横線新宿駅予定地だった。 現在の西口に移転している。初代新宿駅は、かつての宿場町として栄えた内藤新宿からは西に、外れた場所にあったわけだが、二代目駅舎が、甲州街道沿いに建設されたことにより、街道沿いに商店が立ち並び始め、宿場町から新宿駅周辺にかけて、賑わいを見せるようになる。 さらに三代目駅舎が大梅街道沿いに移ったことで、駅東口の繁華街が大梅街道沿いに広がった。この頃には、新宿駅付近に百貨店が開店し、1926年にホテ屋1930年に三越新宿店が開業。1933年には伊勢丹が開業し、隣接地にあった。 ホテ屋を1935年に買収した。戦後には1952年に西武鉄道の新宿線が西武新宿駅まで延伸した。また地下鉄各線が新宿駅に乗り入れて開業している。1960年代には新宿駅を出てすぐの甲州街道上を走っていた京王線が 路面区間解消のために地下化され、小田急小田原線も限られたスペースでの発着番線確保のために駅が二層化された。1964年には民衆駅として東口に新宿ステーションビルが開業した。京王と小田急のホームが地上にあった一時期に乗り場の番号が国鉄小田急京王の順で連番だったこともある。当時は 各社の駅をつなぐ連絡湖線橋が設置され乗り換えに供用されていた。また機関が同じ国鉄と小田急の間には連絡線が設置されていた。新宿駅新宿駅周辺の白黒空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成新宿駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2008年3月15日現在、8面16線の島式ホームと線路を使用している。ホームと線路は南北に伸び、東から1から16番線となっている。連絡通路は、北通路、中央通路と呼ばれる、地下道、南口の古線橋、JR 新宿未来なたは、 バスタ新宿と接続する古戦橋の4つである。かつては新南口は1から6番線のホームからのみ利用できたが2006年4月16日に古戦橋が延伸されるとともに仮駅舎としてサザンテラス口が開設されすべてのホームから直接アクセスできるようになった。1から6番線は他のホームに比べると南に位置している。 特に5.6番線のホームの一番北側は7.8番線の一番南側と南北でほぼ同じ位置にあり、ホームのほぼ全域が甲州街道より南側の渋谷区に属する。さらに、すぐ南隣の代々木駅との距離は5.6番線だと約200メートルほどで発車メロディが聞こえるほどである。現在、 JR 東日本の駅では改良工事が行われている。主な理由は以下の4つが挙げられる。当駅を東西にまたいでいる、公衆街道の古選橋の老朽化が進んでいることや、慢性的な交通渋滞の解消を目的として、古選橋の掛け替え工事が行われている。その際に新設する橋脚、仮設高台の設置スペースや、 人工地盤の柱設置スペースを確保するため配線変更をする必要がある。配線変更をするにあたり、構内に分散していた保守基地や抽選、渡り線を集約化して信号点6番線を設置するスペースの捻出や構内に多数存在するダブルスリップスイッチやシングルスリップスイッチなど特殊分機器の廃止を図る必要がある。そのうち、 中央線快速に関連する特殊分岐器は2007年4月15日の工事で廃止された。また1から4番線の池袋より線路についても配線変更する計画があり、中央線特急ホーム移設までに実施される予定であったが、工事スケジュールの都合から後回しになっている。これまで1から6番線ホームと7から16番線ホームは乗り換えに時間がかかっていたが、 2006年4月15日の工事によって大きく改善された5.6番線からの中央線下り特急の線路が7.8番線に発着する上り快速列車の線路と平面交差しており、これがダイヤ状のネックになっていたが2007年11月25日より特急ホームが9.10番線に移転して、 上下快速線ホームに挟まれる形となり、問題が解消された。改良工事終了後には、新南改札、公衆街道改札、未来なタワー改札を覆うように、タクシー、高速バスの乗降場と、駅ビル、人工緑地が整備された。これら南口一帯の整備は2016年度までに、完了した。当駅の所管は、東京支社で、電報略号は、 宿である。事務官コードは44万2207を使用している。山手線と中央、総武線各駅停車の発車表は、最強線の開業前から設置されており、外装は古いままであったが、2020年に液晶ディスプレイ式の新型に更新された。2007年5月より、各改札前などに、東京近郊の系統路線における、 運行状況マップを掲載したディスプレイが設置された。乗り場比工各線とも北向きの列車が下り、南向きの列車が上りである。一部の路線では、内回りや南港などの言い回しをするものもあるが、線路名称としては上り下りの方向が揃っている。2008年3月15日のダイヤ改正で、一番線発の最強線下り列車の設定がなくなり、 直後の線路切り替え工事において、一番線から池袋方面へ折り返すために必要な出発信号機やポイントも撤去された。しかし、2009年11月7日の工事により1.2番線がシーサスクロッシングに戻り、出発信号機も再設置されたため、再び一番線から大宮方面へ折り返せるようになった。そして、 2010年3月13日のダイヤ改正により、一番線発の最強線、下り列車の設定が復活した。最強線大宮方面からの当駅折り返し列車は、主に3番線、一部一点に4番線発着もある。2020年1月6日以降は、ホームの混雑緩和の目的で17時以降の当駅始発の列車は2番線発となる。 相鉄線直通は、基本的に、当駅折り返し列車は2番線。大宮方面からの直通は1番線を発着するが、一部列車は2番線から発車する。ただし、2020年1月6日以降は前述のため、17時以降の列車が3番線発となる。時間帯によっては、埼京線新宿発着列車と、相鉄。 JR 直通線エビナ発着列車が対面のホームで乗り換えできる場合もある。かつて、湘南新宿ライン南港の横須賀線方面は横須賀線の路線色で表記されていた。以前は東駅発着の列車のみ、横須賀線の車両の運用があったが、それが2004年10月16日のダイヤ改正でなくなり、2008年3月15日時点では、 南港と北港どちらも、オレンジ色と青色を縦に並べた表記になっている。湘南新宿ラインのダイヤ乱れ時は、2番線に加え、湘南新宿ラインの案内が現在はない3、番線ホームを中心に折り返す。また5.6番線にも15両編成が、入線可能で、最強線を含む、全列車折り返し運転などで1から4。 番線だけでは足りない場合、湘南新宿ラインは5番線も使用する場合がある。相鉄、JR 直通線の列車は1.2番線から発車し、17時以降は全ての列車が3番線から発車する。道路線がダイヤミダレ時及び湘南新宿ラインがダイヤミダレ等で当駅折り返しを実施する場合は5.6番線発着となる。発車表は、 基本的には、最強線南行と共用するが、一部のコンコースには、総鉄線直通線用の発射表が掲出されている。5.6番線には北側に、エスカレーターが設置されている。また、7.8番線にも南口湖線橋の下に、エスカレーターやエレベーターが設置されているため、5.6番線への連絡がスムーズになっている。7.8番線は、 東京業は基本的にはほぼ終日8番線を使用しており、平日朝ラッシュ時は東京業が7番線と8番線で交互発着し、東駅での大量の乗降客による各列車の長時間停車に対応している。なお、東ホームを発着する東京業の列車に対しては、東駅以降は特急を除く全列車が四つやお茶の水、神田。 東京駅の順に停車するため、新宿駅以西で、通勤徳、会、中央徳、会、大梅徳、会、快速のどの種別で運転されていたかにかかわらず、到着する、全列車、快速東京行と、音声、電光表示案内している。7番線は、東京、千葉行の梓、あずさ、会終着の、あずさ5及び東京行の大色の列車が、使用している。 東駅止まりの、あずさ、海事で7番線に到着する列車は、東京駅まで改装され、東京始発の、海事、八、王子、お梅として運転される。9.10番線の特急ホームにある、駅名表は、下り方面の宮印になっており、隣の駅には、立川が表記されている。特急としての次の駅は、立川駅である。なお、上りの隣の駅名は、 表記されていない。また、あずさ、かいなどの中央東線特急の発着がほとんどであることから、ホーム上に屋内型の喫煙コーナーが設けられている。新幹線を除く、首都圏の駅コンコース内に喫煙設備が設けられているのは、東ホームと上野駅16.17番線の2カ所のみである。2019年10月25日より、 地下改札から9.10番線へと連絡するエレベーターが強用されている。7番線側と11番線側の方面案内サインは以前背景が青色で中央本線を突き甲府方面と表記だったが湘南新宿ライン登場に伴う更新で快速と同じオレンジ色のものに変更された。現在も7番線の方面案内は無表記だが 11番線の方面案内には12番線と同様の表記になっている。以前は9.10番線の特急ホームと同様に下りの隣の駅が三鷹と表記されている。三鷹は特急を呼び中距離列車の駅としては下り側の隣の駅である。ちなみに上り側は快速と同様に四ツ谷と表記されていた。現在は上下とも 快速と同様に下り側は中野、上りは四つ屋と表記されている。ただし、現在でも、階段付近の帯には、中距離カラーのブルーと、快速カラーのオレンジを併用したものがある。現在でも、当駅に発着する中距離列車は原則として、上りは7番線、下りは7.11番線発着であり、8.12番線は使用しない。 11.12番線ホームは、下り電車は、基本的には12番線を使用している。平日朝8から9時台後半と、夕方18から19時は11番線と、交互発着している。他のホームに比べて、幅が狭いため、ダイヤが乱れた際や金曜日など休日前の夜の、帰宅ラッシュ時間帯は列車を待つ旅客でホーム上が、混雑し、 12番線に到着した列車からも大量の旅客が降車するため大変危険な状況に陥ることがある。また、平日深夜の当駅始発の快速は11番線から発車する。なお、2020年7月中旬より地下改札から11.12番線へと連絡するエレベーターが共用されている。13.14番線と15.16番線は それぞれ方向別配線で、同一方向の列車の乗り換えが便利になっているが、接続が取られていない場合もある。2020年2月1日より、地下改札から13.14番線へと連絡するエレベーターが、15.16番線へのエレベーターは、同年6月28日にそれぞれ共用されている。配線改良工事完了時の構内配線図を、表示するには、右の、 表示をクリックしてください。ホーム使用状況の変遷。国鉄の駅は1960年代中に1から10番線まで強用されるようになった。以下に、以降の各ホームの使用状況変遷を挙げる。1986年に最強線を当駅に延伸するため、現在の1.2番線の場所に一面2線のホームを設置したが、当時の国鉄では、 番線は、駅長室に近い方から番号を振るという方針だったため、上記5つのホームすべての番線をずらすことになった。約20年ぶりの番線変更でもあり、乗り場を番線で覚えていた利用者は混乱した。さらに、1991年の成田エクスプレス運転開始で当駅が始発駅となったために、第2ホームが新設された。 その後の中央線特急ホームの改良工事により、2003年に、その機能は、代々木寄りに新設された仮設ホームへと移行され、改良工事中だった第3ホームは2004年に、中央線快速上利用となり、同時に、それまで、中央線快速上利用だった第4ホームの工事を、行った。このホームは2006年4月16日から、 中央線快速下り用となり、元の中央快速下り用であった第5ホームの工事を行い、2007年4月15日の工事で、再び中央線快速下りは同ホームを新11.12番線として使用するようになった。第4ホームは再び工事された後、同年11月25日に中央線特急ホームとして使用されるようになった。また、 5.6番線は従来は中央線特急ホームとして使われてきたが、同日より9.10番線に移転したため、5.6番線ホームはホームライナー、小田原やごく一部のあずさの終着、海時の全列車、高崎線、宇都宮線方面の特急やライナーなどに使われていた。2008年3月15日のダイヤ改正以降は、 成田エクスプレスの全列車と、東海道、宇都宮、高崎線方面のライナー、特急の多くの列車が発着するようになっている。なお、駅名表の両隣の駅は、池袋駅と渋谷駅であり、湘南新宿ラインにおける隣の駅に準拠している。なお、台中央の色は、青色とオレンジ色で、成田エクスプレスと東部線直通特急の案内色と重なる。 湘南新宿ラインが登場した当初は、1.2番線が15両編成に対応していなかったのに対し、3.4番線は、湘南新宿ラインの開業前から、成田エクスプレスや東海道線、宇都宮線、高崎線に直通する特急列車及び、宇都宮線、高崎線に直通する普通列車の発着に使われており、15両編成に対応していた。 そのため、1.2番線は、最強線の専用ホームとして使用され、湘南新宿ラインは、進行方向に関わらず3.4番線から、発車していた。しかし、3.4番線は前述の各種列車や、恵比寿方面からの最強線にも使われていたため、増発が困難となっていた。さらに南港の列車でも4番線から発車するものも、あったため、同じホームから、 北高の列車と南高の列車が発着するため、利用客が混乱した。このため、1.2番線も15両編成対応とし、湘南新宿ラインも発着できるようにした。2008年3月15日現在は、南高の湘南新宿ラインと、南高の最強線が1番線、新宿折り返しの最強線が2.3番線。 北高の湘南新宿ラインと北高の最強線が4番線を使用している。ただし、1から4番線は運転系統が複雑なため、より多くの情報を表示できるような横幅の広い発車表が設置されている。発車メロディ JR 東日本では、ヤマハに発車メロディ放送システムの開発を依頼し、1989年3月11日に、 当駅と渋谷駅に首都圏で初となる発車メロディを試験的に導入した。この目的は従来より不評であった電子ベルによるイライラ感を解消するためであった。ヤマハが制作した曲にはピアノやハープ、マリンバなどの音色の後ろに鈴、川のせせらぎ、鳥のさえずりといった人の心を落ち着かせる音が入っている長さ数秒程度のシンプルで素朴なものだった。 この取り組みは乗客に好評だったため、他の駅にも発車メロディが導入される運びとなったが、以後、水戸駅を除き、ヤマハが制作した発車メロディが、他駅に導入されることはなかった。長年、当駅のオリジナル曲として使用されていたが、放送機器の老朽化により、1997年11月29日の3.4番線を皮切りに、順次、 定築制作の曲への変更が行われ、2001年12月16日の1.2番線の変更をもって、全ホームの発車メロディの変更が終了した。コンコース東西自由通路7から16番線の北端を東西に連絡していた、従来の北通路を17メートルから25メートルに拡幅した上で、通路両端に設置されていた。 東口改札、西口改札を通路南側に移設して、従来の通路を自由通路化した通路であり、2020年7月19日に供用を開始した。自由通路の供用により、東駅東口、西口間の移動に、南側の甲州街道や北側のメトロプロムナード、角ハズガード、大ガードに迂回する必要がなくなり、 利便性が飛躍的な向上が見込まれている。2021年春頃には LED デジタルサイネージや天井面に対して演出照明や音響装置などの空間演出を行う媒体が整備される予定である。なお、演出内容は時間帯や季節に応じて変化するほか、街関連や災害などの情報発信も行われる予定である。自由通路の登壇は、 ルミネエスト新宿の地下一番街に直結し、生誕は小田急百貨店新宿店の開花を経て、西口地下広場、バスターミナルに連絡している。自由通路の東改札、西改札に挟まれた区画に、東口、西口双方にあった緑の窓口、自動券売機が移設されている。北通路の自由通路化に伴い、 従来、北通路が担っていた各ホーム間の連絡は、自由通路南側改札内に新設された連絡通路に代替されている。東改札手前から工術の中央通路に通じる地下通路があり、従来は東口手前にアルプス広場と呼ばれる大流スペースが存在したが、東西自由通路及び新設連絡通路のスペースの年出に伴い廃止されている。 エスカレーターは7.8番線、13.14番線、15.16番線に、エレベーターは9.10番線、11.12番線、13.14番線、15.16番線にそれぞれ設置されている。トイレは東改札前の7.8番線階段横に設置されている。中央通路1から6番線の北側と7から16。 番線の中央を東西に連絡する地下通路である。東端は中央東改札でルミネースと新宿の地下一番街の南端に直結している。前述の地下通路で東改札方面と改札内で直結している。西端は JR の中央西改札と京王線連絡通路、小田急線連絡口につながっている。中央通路から見て右端が JR の中央西改札であり、小田急百貨店新宿店の開花を経て、西口地下広場に直結する。左端が小田急線連絡口となっている。中央が京王線連絡通路であり、通路を経由して、右手が京王線連絡口、左手が JR 中央西改札で京王百貨店の地下売り場、小田急エース南館。 京王モール方面に連絡している。京王口は京王に改札業務を委託しており、京王の駅員が京王線と同機器で対応する。東西自由通路共用前は、中央東口改札にて京王線、小田急線の改札業務を行い、中央東口改札から中央通路を経由して、両線の利用が可能となっており、 両者の東口としての機能を代替していた。中央東口改札に隣接して、JR の他に、京王線と小田急線の運賃表と自動券売機が設置されていた。また、京王線用の券売機は、通常の私鉄共通の自問の券を発行したが、小田急線用の券売機は、JR 東日本の自問の券を発行していた。 ここで購入した券は中央東口でしか使えない旨の告知があったが、それは他の JR の改札口で使えないことを意味しており、実際はここで購入した券を各社の改札口で用いたり、各社の改札口の券売機を中央東口で用いることができた。ちなみに、京王線及び小田急線の入場券で入場することもできたが、 他の JR の改札口や各社への連絡改札は通ることができず、中央東口からしか出場できなかった。また、京王線については、京王線新宿駅に準じているため、前述の通り都営自門の京王線乗車券での入場は可能なものの、自動改札機においては、都営線乗車券では入り出場ともに不可。出場については、 京王線及び小田急線の生産権の取り扱いは可能なので、都営線の切符を京王の生産機で生産したものは中央東口から出ることができた。ちなみに、スイカパスモでの入り出場であれば、JR 中央東口から京王線ホームを経由しての都営線の利用も可能であった。2020年7月19日の東西自由通路の供用開始に伴い、 中央東改札での京王線、小田急線の改札業務を終了し、中央東改札から京王線、小田急線の利用ができなくなった。合わせて、中央東改札側の京王線、小田急線の自動券売機も使用停止となっている。中央東改札前には、ベック、エスコーヒーショップと警視庁鉄道警察隊、新宿分駐所がある。5.6番線は、 中央通路から大きく離れているため、地下通路が設置されている。エスカレーターは1.2番線、3.4番線を除く各ホームに、エレベーターは7.8番線に設置されている。トイレは3.4番線と5.6番線の地下通路に挟まれた区画にある。車椅子やオストメートなどの利用に対応した多機能トイレも設置されているが、 普段は施錠されており、利用時は、ドア横のインターホンから駅員に連絡する。中央東改札に近いコンコースにある、発車表は、通常よりも小さいものが設置されている。南口湖線橋1.2番線の中央、3.4番線の北側、7から16番線の南側を東西に連絡する、湖線橋である。会場は、駅ビルルミネにとなっており、 改札内にも一部店舗が入居している。湖泉橋の南に出ると南改札で、甲州街道の湖泉橋に直結するほか、西側に小田急線改札が隣接している。西端には小田急線連絡口が、東端には東南改札がある。東南改札の営業時間は6から24時である。改札内には、トトールサンコインズステーションズ、 薬局等のほかルミネにの改札内店舗として、正常 EC 等が入居している。5.6番線を除く各ホームからエスカレーターエレベーターが直結している。ただし、13から16番線へのエスカレーターは、ホームから上り方向までのみだが、エレベーターが設置されているので、車椅子などの移動に支障はない。トイレは7.8番線への階段横にある。 車椅子や、オストメイトなどの利用に対応した、多機能トイレも設置されているが、普段は施錠されており、利用時は、ドア横のインターホンから駅員に連絡する。13から16番線は、2006年4月16日から、新南口湖線橋の延伸に伴い、新南口と、サザンテラス口とのアクセスが可能になり、ホームが南側に延伸されたため、 従来ホーム南端にあった階段の幅が狭くなっている。バスタ新宿 JR 新宿未来なタワー湖線橋1から6番線の中央と7から16番線の南端を連絡する。甲州街道南側の渋谷区に設けられた人工地盤上の建物であるバスタ新宿の最下層2階部分に相当する。北側の東西通路の西端にトイレがあり、 その東側に、公衆街道改札がある。東西通路の東端には、未来ナタワー改札がある。未来ナタワー改札の位置関係上、1.2番線の階段は、通路沿いには、池袋方のエスカレータのみ設置されており、手前で分岐する形で、1.2番線の階段専用通路が設けられている。公衆街道改札の位置から南にも通路が、伸びており、 南北通路の南端に新南改札がある。北側の東西通路には、7から16番線への階段、エスカレーターが設置されており、7から16番線からは、列車の停車位置から南側にホームを延伸した先に、エスカレーターがあり、古線橋の北端と、かろうじて接続している状態のため、ホーム上をやや歩かなければならない。 工事は随時一致が変更されており、利用の際は注意が必要であったが、バスタ新宿開業とともに、おおむね確定した。甲州街道改札は、その名の通りこの湖線橋に設けられた、新駅舎の中で、甲州街道に直結した出入り口として、設けられており、同じく、甲州街道に面した、既存の南口の斜め向かいに位置している。 元の名称は、サザンテラス口であるが、新宿サザンテラスへは直結していない。新南改札は、甲州街道改札の真裏にあり、高島屋タイムズスクエアに近い。また、工事中は改札外の通路で、旧サザンテラス口改札跡地前を経て、新宿サザンテラスとつながっていたが、現在は、改札前に設けられた、スイカのペンギン広場が、 サザンテラスに直結している。ミライナタワー改札は、駅舎に直結した JR 新宿ミライナタワーの出入口に面した場所に位置している。1991年3月19日に開設された、この湖線橋は、当時1から4番線のみ、利用可能で、東端に移設前の旧新南口が設置されていた。トイレは、 同海殺害に設置された。2003年2月1日より、現在の位置に5.6番線が設置されたことに、伴い、西側の突き当たりから、L 字型に延伸と5.6番線への階段、エスカレータの新設が実施された。2006年4月16日より、2003年の延伸部から西側へのさらなる延伸と、サザンテラス口新設が実施され、 同日より7から14番線との直接アクセスが可能になった。さらに、2010年11月28日、中央部から従来の通路と T 字型につながる形で、古線橋の延伸と、新南口及び5.6番ホームへの階段、エスカレータの移設、トイレの設置が実施され、東端の旧、新南口は閉鎖された。旧、新南口は、 JR 高速バスターミナルへのアクセスが他の改札口よりも最短だった。また、2011年2月27日、3.4番線の階段が移設され、5.6番線の特急ホーム階段と並ぶ形となった。さらに、2012年、1.2番線の階段も移転。これに伴い1991年と2003年に設置された、 新南口湖線橋はその役目を終えた。2013年、サザンテラス口が7.8番線ホーム階段と9.10番線ホーム階段の間の新南口と一直線に結ばれる位置に移転。またトイレは、旧サザンテラス口改札跡地正面の13から16番線階段隣接地に移転している。その後も、幾度か16番線の階段配置等が、 変更されており、1.2番線階段通路を除き、各階段、エスカレータ、エレベータが一つの通路上に集まり、乗り返しやすくなった。2016年3月7日、1.2番線側に、JR 新宿未来なタワー、入り口もよりとなる、未来なタワー改札を新設、また同時に、新南口を新南改札、サザンテラス口を、公衆街道改札に改称した。 同年3月25日には、JR 新宿ミライナタワーや、上海及び JR ミライナタワー内に展開している、商業施設、ナウーマンが開業し、同年4月15日には、ナウーマンの駅ナカエリアが開業した。2018年11月28日より、約3ヶ月間、駅ナカシェアオフィス、ステーションワークの事業展開に向けた。 実証実験を、甲州街道改札内にて実施した。その後、2019年8月1日より、本格開始している。工術する新鮮新宿駅を含めた、京王電鉄の駅で唯一、新宿区に所在する。改札内はつながっているが、新鮮新宿駅と区別するため、旅客案内では、京王線新宿駅と表記されることがある。小田急電鉄の西隣、 京王百貨店新宿店の地下2階相当及び、新宿ルミネ1の地下3階相当に3面3線の東端式ホームがある。南北に線路が伸びており、駅線端部で西へ折れている。東側から1から3番線で、1番線を除き、両側にホームがある。3面のホームのうち中央のホームは校舎専用である。 三番線乗車ホームの北寄りに車椅子などでの利用に対応したトイレがある。管区長所在駅であり、新宿管区として、東駅と新鮮新宿駅を管理している。東駅から発車するすべての列車が、発大駅と旗ヶ谷駅を通過する。この二駅へは、乗り場が異なる場所にある、京王新線を利用する。また、東駅の最終列車以降にも、 新線新宿駅から発車する列車があるほか、初電も新線新宿駅の方が三十分以上早く発車する。九百六十三年の地下駅完成当初は十八メートル車六両編成対応の東端式ホーム五面四線の構造であったが、西口地下、広場下にある西口駐車場などの存在で東端方向へのホーム延伸ができなかったため、その後行われた。 ホーム延伸工事の際に一部のホームと線路の閉鎖、移設などが行われている。1968年の18メートル車7両対応工事の時にホームを京王八王子方面に延伸し、1975年の20メートル級車両の8両を編成対応工事の際に4番線上車ホーム、降車ホームを呼び、線路の閉鎖を行い4面3線の構造となった。 あと、1982年の重量編成対応に伴い一番先行者ホームの撤去及び線路の移設及び京王八王子方の両渡り線の移設が行われ現在の三面三線の構造となっている。現在でもホーム下にわずかにレールが残り一部やホームの支柱配置にもその名残が見られる。かつて発売していた パスネットの西口での乗降時の乗車駅表示は、京王新宿原稿120円のため中に、降車駅表示は、小宿となっていた。2011年2月8日、京王電鉄は当駅にホームドアを設置すると発表した。2011年度上期から工事を開始し、2012年度に3番線で、2013年度に1番線と2番線で、それぞれ使用開始した。 乗り場コンコース京王線の改札口はすべて地下にある。当駅は大手施設のターミナル駅にはよくある、東端式ホームであるが、その多くが東端部の車止め正面に、ホーム全幅にわたり改札口が並んでいるのと異なり、正面は壁で塞がれている。東端部から階段を上ると、西口地下広場への出口専用の広場口改札である。 また別の階段から朝ラッシュ時専用の出口専用臨時口改札がある。この東端部から校舎専用を含む1から3番線各ホーム相互で段差のない移動が可能である。中央の階段を上がると南北に分かれ、北が京王西口、南が京王百貨店口であり、両者を区別するために京王のコーポレートカラーの2色で塗り分けられている。この2色は、 京王線内の行き先イメージカラーとなっており、車止め側に近い西口のイメージカラーの桃色は、上り、笹塚駅側の京王百貨店口のイメージカラーで、ある紺色を折りとしている。京王百貨店口は JR 中央、西口改札口に隣接し、東隣に JR 連絡口がある。そこから、小田急の地下コンコースを潜る JR 連絡通路を通ると、 JR の中央通路に出る。JR の中央東口からの出入場は JR 連絡口の専用改札を利用する必要があったが、2020年7月19日の東西自由通路の供用開始に伴い取り扱いを終了した。南寄りの階段を上がるとルミネ口改札口で新宿ルミネ1の地下2階に出る。新宿ルミネにとは別の建物で一階以外では、 つながっていない。営業時間は7時から22時まで。階段を上がると建物から出ずに JR と小田急の南口に行ける。なお、ルミネ口とホームを結ぶ階段とエスカレーターは乗車ホームのみにあるが、それぞれ1台ずつしかなく、17時までは上り、17時以降は下りとなる。なお、ルミネ口の発車表は、 リニューアル工事の時に使われていた液晶型のものが引き続き使われていたが2012年に LED 式の発射表が改札前にない駅と同様の液晶パネル式のものに更新されている3番線南端より連絡通路を通ると新線新宿駅に抜けるこの連絡通路には階段があり下って登る形になっている トイレは3番線の乗車ホーム北寄りにあり、誰でもトイレを併設している。男性用と女性用、誰でもトイレの入り口は、離れた位置に設置されている。エレベーターは、京王西口、京王百貨店口会と3番線の乗車ホームを結ぶ。他のホームからは、東端部を経由して3番線の乗車ホームへ移動して、利用する。また、 京王百貨店口に近い地下通路と地上を結ぶ、エレベーターも設置されている。エスカレーターは、各乗車ホームと北側が、京王西口、京王百貨店口街、南側が、ルミネ口を結ぶ。北側は各ホーム編、方向一本ずつで2ホーム両方向合計4本、南側は各ホーム一本ずつで時間帯により向きが、変わる片方向き運転となる。 以前は、ドアの数や、両数により乗車位置を、黄色の8番や緑の7番などと案内していたが、当駅発着のほとんどの列車が4つドアとなった頃の、駅リニューアルで先発などのものに置き換えられた。現在、校舎専用ホームには4つドアのドア位置を除き柵が、設置されている。改札外の発車表は、1から3番線の列車が先発から5番目までの、発車時刻。 種別、行き先、乗り場、尾行が表示されている。以前は1.2番線用と3番線用で別の案内となっており、それぞれの先発から3台の種別、行き先などが表示され、その下に、それぞれの先発列車の停車駅が表示されていた。橋本港の特急があった頃のその運転時間帯には、停車駅の下に、特急、 橋本きは2番線から発車しますという案内が表示されていた。京王のほとんどの駅で見られるものを使用していたが、2020年3月に撤去され、改札口の真上に LCD 型の発車表が設置された。この発車表は日本語と英語だけでなく、中国語と韓国語にも対応している。校舎専用ホームにあった列車接近装置には、 他の駅ではあまり見られない、電車にご注意くださいという表示があった。かつては西側にも中地海通路があったが、駅リニューアル時に閉鎖されている。当駅には、京王新線と都営新宿線の列車が発着する。あくまでも正式駅名は、新宿駅で、京王線新宿駅とは、同一駅の扱いであり、改札内で行き来することは可能であるが、 国道20号の真下にホームがあるため少々離れており出札口、改札口などが別にあることなどから区別して新鮮新宿駅と呼ばれる。京王電鉄と東京都交通局の共同使用駅で駅自体は京王電鉄が管轄しているため駅の包装や券売機、生産機、改札機の機器やサイン等が京王使用であるが 校内の構造はオねムネタの都営新宿線の駅と類似している。また、改札内に東京都交通局系の売店、メルシーが改札外に東京都交通局の定期煙場があり、当駅は両社局の接班所有となっている。都営地下鉄側では単に新宿駅と案内されるが、東京都交通局直轄となる都営大江戸線の駅と区別して、 新宿線新宿駅と表記されることもある。ただし都営大江戸線の駅とは異なり、券売機が京王管轄のため、都営地下鉄の規格乗車券を購入することはできないが、大江戸線単独の改札口で購入した規格乗車券を用いることは可能。また、当駅からパスもスイカ等の各種 IC カードで入場する場合、残額が、 都営地下鉄の初乗り運賃の178円未満であっても、京王線、京王新線の初乗り運賃である126円以上であれば入場が可能である。東西に伸びる一面二線の島式ホームを持ち、京王線の駅と大江戸線の駅とは改札内でつながっているが、東京メトロの駅とは接続していない。戦術の通り、京王の終電2本と、 書殿からの数本はここから発射する。乗り場コンコース東寄りの階段、またはエスカレーターを乗り継ぐと、地下1階で、ここに、京王新線口改札口があり、京王モールの南の地下広場に出る。改札手前の北寄りに、京王線の3番線乗車ホームに抜ける通路と、トイレがある。また地下4階から、大江戸線ホームに抜ける、連絡通路がある。 そしてホームから西寄りの階段を上がると地下1階に新都心口改札口がある。トイレは京王新線口北寄りの京王線3番線乗車ホームへの通路の脇にあるが車椅子などでの利用には対応していない。改札外の京王新線口と新都心口をつなぐ連絡通路には車椅子などでの利用に対応したトイレが設置され併設された多機能トイレに 温水洗浄便座が設置されている。エレベーターは改札内と改札外を直結するものと、ホーム、大江戸線連絡通路、京王新線口を改札内で結ぶものの2機がある。このうち前者は業務用であるため一般の客は利用できない。エスカレーターは新都心口から途中の地下4階ホームがないたは改札とホームの間のみを移動する。 定期券売り場は2006年6月まで京王と都営で共用していたが、翌7月から別々になった。なお、京王側は2009年末に廃止されている。その他、京王新線と都営新宿線の駅からさらに南側にある、都道の地下7階に島式ホーム1面2線を有する地下駅。ホームは南北に伸びている。駅名標の下部には、 京王百貨店前の表示がある。都庁前駅、つとむ区都庁前駅、つと区の非管理駅、直営駅。建設に際し、ホーム会はシールドトンネルで、上層会は改作工法で施行された。1997年12月19日に練馬駅から当駅まで延伸開業した時は、都庁前駅から単線並列運転を行っていたが、 2000年4月20日の国立競技場駅延伸時に伏線運転に移行された。乗り場コンコースホームの北側から階段やエスカレーターで上がると地下1階に改札 B があり、京王新線口と相対する。そこから南寄りにもエスカレーターがあり、地下4階から都営新宿線と京王新線のホームへ連絡している。ホーム中央から階段、または ホーム橋からエレベーターで上がると、地下3階に改札 C があり、新宿マインズタワーなどへの出口となる。地上へ向かうエレベーターも設置されており、ホテルサンルートプラザ、新宿前に出る。なお、改札外と大江戸線ホームの間の移動は、 大江戸線乗り場と書かれた改札 B を経由する他に、それと相対する京王新線乗り場を通り改札内地下4階にある大江戸線連絡通路を使うこともできる。JR 方面からエレベーターを使いたい場合などに便利である。この連絡通路には中間改札が設置可能な構造になっていて、自動生産機などを置くスペースも用意されているが、 都営線同士の乗り換えを考慮して、未設置である末に IC カードシステムの実証実験を行った際に IC カードの積み増し機を設置した。改札内で行き来ができるため、大江戸線の改札口から入って、京王線に乗ることもできる。そのため、かつて発売していた、上降時のパスネットの乗車駅表示は、都新宿12、降車駅表示は、ヤ宿となっていた。 なお、大江戸線単独の改札口の券売機でも、京王線の乗車券は発売されているが、すべての券売機が、都営仕様であり、京王線の券売機と異なり、入場券の口座が設定されていないが、都営のすべての改札口で、他の京王線の券売機で購入した入場券を用いることができる。ただし、生産券は、都営で生産した券で、 k 応の改札口を出ることはできない。トイレは地下4階にある。エレベーターはホーム地下4階改札 C 階を結ぶ。エスカレーターのみでホーム階と改札 C の間の移動が可能である。JR の新宿駅の西隣に位置し、会場には小田急百貨店新宿店本館と新宿ミロードがある。 小田原線の起点であり、小田急電鉄の東京側ターミナル駅である。管区町駅長所在駅であり、新宿管区として、東駅東北沢駅間の各駅を、新宿管区新宿管内として、東駅と南新宿駅を管理している。1964年2月に立体化され、現在のような地上4面3線と、地下3面2線の2層構造の駅になった。 南北に線路が伸びており、各階とも北端が、東端式ホームで、列車は、南側から発着する。地上東側から1から6番ホーム、地下東側から7から10番ホームと呼称される。2.3番ホームと7番ホーム、4.5番ホームと8.9番ホーム、6番ホームと10番ホームと、南口改札の間には、連絡階段及びエレベーターがある。 1996年2月頃、地上、地下ホーム、各コンコースにある発車案内表示器が、反転フラップ式から三色 LED 式に更新され、2007年1月頃には、フルカラー LED 式に更新された。一番ホームは長年にわたって、校舎専用ホームと、待合スペースとしての機能を有し、二番ホームからの、 乗車客との分散機能を補うほか、1.2番に入線するロマンスカー各車種の撮影位置の一つとしても親しまれていた。安全面での影響や旅客状況の変化などもあり、2005年から2006年頃に使用停止、以後乗降はどちらも2番ホームに統合された。使用停止後は西口中央改札口寄り入口に、 柵が設置され立ち入り禁止となっているが、記念式典などの際にホームを使用することがある。2011年度の鉄道事業設備投資計画において、地上4.5番ホームへの稼働式ホーム柵の設置工事が予定され、2012年9月2日に完成。30日から使用開始した。2021年度には地下8.9番ホームにも、 可動式ホーム作の設置工事が行われる予定。駅構造基本的に地下ホームは8.10両編成が地上ホームはロマンスカーと重量編成が始発として運転する。当駅に到着する際はすべての列車が両数に関係なく採用の一定の場所に停車、到着する。ロマンスカーを除き乗車と降車で別のホームを用いるが、 平日休日問わず朝の時間帯は乗車ホーム側にも乗客を降車させる。特急ロマンスカーは乗客を降車させた後に車内の清掃と点検を行い同じホームから乗車させる。回送運転で到着した場合には到着後すぐに乗車できる。地上ホームから出発する列車は特急ロマンスカー、快速急行、急行であり、 特急ロマンスカーを除いては次の停車駅が代々木上原であるため地上ホーム駅名標には隣の駅として代々木上原が記載されている地下ホーム駅名標には隣の駅として各駅停車の停車駅である南新宿が記載されているなおかつて区間順急が運転されていた頃の地下ホーム駅名標には南新宿と代々木上原が併記されていた ホームの乗り場案内では、乗り場の番号と種別が表記されており、具体的な駅名は記載されていない。地上線と地下線の分岐点は、都道四つ八つの外線を踏切をまたいだ先の隣の南新宿駅すぐ近くにあり、そこまでが新宿駅の構内となる。すなわち、四線が並走する部分を長く取ることによって、終日間断なく発着する列車をさばいている。 乗り場台や乱れの際は、上記の発着番線が変更される場合がある。5.6番ホームに1量両編成が、9.10番ホームに8両編成が、夜間留置される。廃線図コンコース各階の東端部に、西口地上改札口と、西口地下改札口がある。西口地下改札口の東には JR への中央、地下連絡口と、 中央東口への中間改札口があり、JR 改札内である中央通路を経て、中央東口から出入りできる西口地下改札口及び中央地下連絡口は、地上ホームからは西口地上改札口寄りにある階段下あたりとなる。ホームの南寄りに古墙橋があり、地上ホームからつながっている。ここを南に出ると南口で、 JR 南口に隣接している。その東側に JR への南口連絡口がある。トイレは西口地下改札内外と南口改札内にある。多目的トイレは西口地下改札外と南口改札内に設置され、どちらもオストメートに対応しており、南口側にはオストメート用の給湯設備を備えている。西口地下改札外のトイレには、 一般用の洋式便器の設置がない。改札内のエレベーターは、南口改札口と各ホームを結んでおり、いずれも2005年に完成した。地上ホームでの VSE 以外の重量編成の場合は5から6号車付近となる。また、地下ホームでの重量編成の場合は7から8号車付近となる。改札外のエレベーターは、改札を出た右側に、 小田急百貨店のものがある。これは、西口地上改札口が2006年に更新したのに、伴い、同改札口に隣接する小田急百貨店のエレベーターが1階にも停止するようになり、同時に、西口地下改札口のある地下1階からは、初電から終電まで利用可能となったものである。また、西口地上改札口付近と、 西口地下改札郊外側のトイレ付近を結ぶ、業務用のエレベーターが設置されているが、駅係員の付き添いがないと利用できない。エスカレーターは2.3番ホームから、南口改札への上りのみで、幅の狭いタイプである。VSE 以外の重量編成の3号車付近となる。4.5番ホームの後から4.5両目の間には、分割案内版 A があり、 分割駅と分割後の列車の種別、行き先を表示できるようになっている。以前は分割案内板 A から2両ほど、小田原寄りに同様の表示ができる分割案内板 B が存在していた。地上ホームの現在の乗車位置目標は、先発が赤い丸印、次発が青い三角印で案内されているが、以前は足元に埋め込まれたランプを使って案内していた。 乗車位置案内が、ランプの頃は、6両編成などの場合は、列車が止まる位置しかランプが点滅、連続点灯しなかったが、現在はシールが重複されているため区別されていない。また、6両編成の場合の小田原寄りの橋の案内は、存在しない。地下ホームには、4.68両編成の小田原寄りの、橋という案内をするランプが、天井から吊るされている。 当駅を発車する列車は、発車時に発車ベルを鳴らす。2006年3月31日、西口地上改札口横の1.2番ホーム東端部に、喫茶店、ロマンスカーカフェが開店した。西口地下改札口手前の7.8番ホーム先には、ジューススタンド、オアシスステーションが入居しており、営業主体は共に小田急レストランシステムである。また、 7番ホーム東端部にはかつて文京堂が入居していた。1.2番ホーム東端部はかつて特急券券売1台のみが設置されていたスペースで、それ以前には2000年頃まで改札内、前売り特急券販売窓口、小田急新宿インフォメーションセンターが設置されていた。JR の北側付近から新宿通りにかけての地下2階に、東西に伸びる島式ホーム1面2線を有する、 地下駅、西新宿方に引上げ線があり、平日朝ラッシュ時に当駅折り返しの池袋、方面行き列車が運行されている。かつては、日中や土休日にも折り返し列車が多く設定されていたが、2019年7月5日のダイヤ改正でこれらは、方南町駅発着に変更された。また、引上げ線での夜間留置が設定されており、平日は、 池袋発あたり駅止まりの最終電車が、土休日は、小木久発中野坂上止まりの最終電車が、改装され留置となる。JR、京王、小田急の駅と、新宿西口駅、西武新宿駅と接続している。ただし、都営地下鉄新宿線、都営地下鉄大江戸線の新宿駅とは、連絡扱いがない。駅務管区所在駅であり、新宿駅、 勤とむ管区として、新宿地域、小木久地域、四ツ谷地域、中野坂上地域を管理する。乗り場尾行一番線の小木久駅到着時、中野富士見町、方南町方面は、中野坂上でお乗り換えですという接近放送が流れる。西新宿駅改良以前までは、中野富士見町、方南町方面は、次の中野坂上でお乗り換えですであったが、 同駅開業後に一旦省略し、発車表更新時に、現在の放送様式となった。都営地下鉄大江戸線の新宿西口駅が開業した後は、新宿西口駅接続都営大江戸線は、お乗り換えですという案内放送を行っていたが、2018年度の駅放送更新以降は単に、都営大江戸線と放送している。2006年10月に、 可動式ホーム柵を設置するとともに発車ブザーを線路側に移設した。2008年6月より発車メロディを導入している。混雑時は発車メロディ導入前から使用している。発車ブザーを鳴らし、その際に可動式ホーム柵も車両の扉とは別に閉めるようになっていたが、丸の内線がワンマン運転を開始した後は発車ブザーの使用を停止している。 平日朝ラッシュ時は特殊取り扱いを行っており、ブザーが鳴り終わると同時にドアを閉める。その際、車両側のドアと可動式ホーム作は連動せず、最初に車両のドアが閉まると、後から駅係員が可動式ホーム作を閉める二段階方式を採用している。この方式は池袋駅でも同様である。発車メロディ前述の通り、 ワンマン運転開始に伴い、スイッチ制作の発車メロディが導入されている。曲は一番線が、蜜蜂の兄弟、二番線が、きらめく小川である。コンコースホームの東西の端に、地下1階への階段があり、それぞれに改札口がある。改札を出ると自由通路となっていて、東は、新宿三丁目駅までつながっている。東側の改札口は、 JR 東口と新宿サブナードが近く、西側の改札口は JR、京王線、小田急線の西口、西口地下広場とバスターミナルに連絡している。東側の改札付近と西側の改札付近の間は早朝、深夜は通り抜けることができない。エレベーターとエスカレーターは東側にあり、改札街とホーム階を結ぶが、エスカレーターは、 改札外方向だけである。トイレは改札外に2カ所ある。2017年度の各社局における1日平均乗降人員を合算した値は、約353万人となり、日本のみならず、世界一の乗降人員を誇る駅である。ただし、この値は、京王新線都営新宿線間の相互直通人員、及び、都営地下鉄線間の乗り換え人員を含んだ。 値である。開業当初の乗車辞任が1日平均36人で、あることから約5万倍にまで膨れ上がった計算になる。2008年に東京メトロ福都新線が開業した影響で一部の旅客が新宿三丁目駅に分散されたため、2007年度ピークに JR 東日本及び東京メトロを中心として利用客数は 減少傾向にあったが2011年度をそこに、現在は回復基調にある。各年度の1日平均乗降事人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車事人員は、下表の通り。JR 駅で販売している、主な駅弁は、下記の通り。JR 以外では、小田急電鉄の新宿駅構内売店でも、 特急ロマンスカーの乗客向けに駅弁が販売されている。南口コンコースにある駅弁や新宿店では原則として毎週土曜、休日にミニ駅弁大会を開催している。周辺は繁華街、歓楽街、ビジネス街、ゲイタウンなど様々なものが集中し、東京駅周辺などと比較して雑多で華やいだ雰囲気を持つ。 昼夜を問わず人の波が途絶えることはない。乗り入れる路線も東京都多摩地域、神奈川県北西部、埼玉県南部といったベッドタウンとを結んでいるため、終日利用者は絶えない。甲州街道の古戦橋の掛け替え工事終了後には、交通ターミナル、バスタ新宿や JR 新宿未来ナタワーが建設された。このほか現東口のルミネースト、 新宿ビルや小田急百貨店の建て替えによる200メートル級の超高層ビルの建設計画がある。西口ロータリー西改札、中央西、改札、京王百貨店口、広場口、西口地上改札、西口地下改札、A A18B14B18 B. B. など、出口や改札口の名称に関わりなく、俗に西口と呼ばれることが多い。 2020年7月19日の東西自由通路の供用開始に伴い、西口改札は、西改札に、中央西口改札は、中央西改札に、名称変更となった。中央西改札は、京王及び、小田急との乗り換え改札でもある。ターミナルデパートの京王百貨店と、小田急百貨店が駅と直結している。改札から、北側の新宿大ガードにかけて、 思い出横丁と呼ばれる飲み屋街が広がっている。もともと西口は、東口に比べて開発が遅れていたが、1970年代以降、淀橋上水上跡地が大規模再開発され、現在のような超高層ビルが林立する、東京有数のオフィス街を形成している。西口の駅前バスターミナルの近くではよく政党、政治団体などによる街頭演説が行われている。 かつては西口に新宿スバルビルもあったが、小田急百貨店本館や小田急ハルクなどとともに再開発が検討され、2018年8月より解体工事が始まった。東口、ルミネエスと新宿東口に設置された、オブジェ東改札、中央東改札、A8A9B12B13 など、出口や改札口の名称に関わりなく、俗に、 東口と呼ばれることが多い。西口と同様に、東西自由通路の共用に伴い、東口改札が東改札に、中央東口改札が中央東改札に、名称変更した。新宿サブナードを経由していくと、西部新宿駅にアクセスができる。新宿三丁目を中心に、 老舗百貨店や大規模専門店、様々な飲食店などが集積し、新宿エリア最大の繁華街を形成している。安国通りの北側には、日本最大の歓楽街である歌舞伎町が広がっている。2020年7月19日には、東西自由通路の共用に伴い、東口駅前広場が、パブリックアートを中心としたものへ、リニューアルされた。 東口駅ビルについて、新宿駅東口の駅ビルは、建て替え工事が1962年暮れより始まり、1964年5月20日にオープンした。オープン当初の駅ビルの名称は、新宿民衆駅ビル。その後名称は、新宿ステーションビルへと改められた。そして名称は、マイシティを経て、現在では、ファッションビルの、 ルミネスト新宿になっている。西武新宿線が東口駅ビルの2階部分に乗り入れる予定であったが、島式ホーム1本で6両編成2本のスペースしか取れないという制約があったため、断念してもともと仮駅として開業した西武新宿駅をそのまま使い続けている。東南口東南口南口、ルミネ口南口公州街道新宿五線場の JR 東日本と小田急の出口で東西に出られる。京王のルミネ口はルミネ1内の階段を通じて JR 小田急の南口に接続している。この階段の途中には京王百貨店口に通じる通路があり、ルミネ口が閉鎖されている。時間帯はもっぱらその通路を用いて京王線と南口の連絡を行う。 甲州街道改札 JR 東日本専用の改札口及び出口で南口とは新宿湖線橋を挟んで南側の人工地盤上にある。新南改札未来なタワー改札こちらも JR 東日本専用の改札口及び出口で新南改札は人工地盤の中央部付近に未来なタワー改札は東端に位置している。高島屋タイムズスクエアや 新宿サザンテラスと接続している。地下鉄丸の内線の駅の地上出入り口は JR 線の北側にある。東西にそれぞれ丸の内線の改札口があり、東側の各出口と西側の各出口に対別できる。東西の各出口間は地下通路、メトロプロムナードで改札外がつながる。各入口は JR。 京王、小田急の各線の西口と中央東口改札口及び JR の中央西口と東口改札口の改札外とつながっているため事実上 JR、J R 京王、小田急の各線の駅の地上出入口としても使用できる新宿三丁目駅と地下道でつながっているため同駅と出口番号が連続している木の国や書店方面は 新宿三丁目駅を参照のこと。また、都営地下鉄大江戸線の新宿西口駅とも改札外でつながっているが、西側の改札口が近く、同駅に属する各地上で入り口も共通で利用できる。さらに西部新宿駅と地下街、新宿サブナードを介してつながってはいるものの、AQ、B13 出口などから地上に出た方が早い場合がある。 新宿通りにある出入口西口広場付近にある出入口地下駅である京王新線と都営地下鉄の地上出入口は甲州街道の JR 線より西側 JR と打球の駅の南西側にある京王線京王新線都営新宿線都営大江戸線は改札内移動が可能である京王新線と都営地下鉄の2から8出口は JR 小田急の南口改札街とルミネ一を介してつながっている。また、大江戸線 C 改札口を除く改札街フロアは、京王モールを介して JR、京王、小田急の各線の西口、中央地下西口とつながっている。天気の子の特別装飾が施された、JR 新宿駅、南口東日本旅客鉄道の特急列車、並びに、 臨時快速列車の停車駅は、各列車の記事を参照。小田急電鉄の特急ロマンスカーの停車駅は、小田急ロマンスカーと、スーパーはコネ、箱根、相模、モーニングウェイ、ホームウェイ、江ノ島、富士山の各記事を、京王電鉄の京王ライナー及び関連する臨時列車は、当該項目をそれぞれ参照。注釈出典報道発表資料新聞記事。 ありがとうございます。